ただいまより、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院市民公開講座を開始します。今回の講演は、救命救急センター、増井義弘センター長です。それでは、増井先生、よろしくお願いいたします。えー、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センターで、 セン,ター長センター長をさせていただいています増井義弘と申します。えー、っと今回は災害時に、えー、家族ができることっていうことでお話をさせていただきたいと思います。私は普段、えー、日本ディマットですね、えー、災害時に、えー、医療活動を行うチームとしても、えー、活動しておりますので、えー、その点も踏まえて。 お話をさせていただければと思っていますよろしくお願いします青丸内科大学横浜市西部病院救命救急センター松井義弘と申します、えー、この度は災害時に在宅療養者をどのように支えるか、えー、家族ができること周囲の人々ができることに関してお話をさせていただきたいと思います 早速ですけれども、大規模災害っていうのはどういうようなことを言うのでしょう。多数の傷病者、死者が発生する。傷病者が多くて医療資源が不足、枯渇する。当然、そういう場合には平時で行えるような医療は困難となります。時に広範囲で被害額も大きくなります。具体的には地震や豪雨、豪雪、暴風、洪水、 等の自然現象、それから多数負傷者や遭難者を伴うような大規模な事故さらには化学物質細菌放射性物質核爆発物を用いたテロ災害なども存在します本日の内容ですけれどもまず基本的な状況の理解ですね 在宅医療を必要としている方は災害弱者であるということの理解、えー。さらに災害医療の継続には医療機器や機材、薬剤などがどうしても必要であるということ。医療機関の機能は低下するために災害時医療という考えがどうしても必要で、その際にどういったことをするのか、できるのかということですね。えー、準備ですが、通常の災害に対する準備です。 それに加えて、在宅医療の継続や維持に必要な備え、医療機器や機材、薬剤、さらに具体的にどうしても慌ててしまいますので、その際に行うべき事柄を記したアクションカードや災害時対応ノートの作成なんかも必要となると思います。また、避難及び避難生活に対する準備も必要でしょう。 災害時の医療体制に関しても少しお話ができればと思っております。災害弱者という考え方なんですけれども、要配慮者とも言います。在宅医療を受ける患者さんは災害そのものや避難生活で医療の需要等が増します。災害時に自力での避難が難しくて避難行動にも支援を要します。 えー、そもそも災害察知や認識能力がないもしくは困難ですし、えー、危険を知らせる情報を受け取ることができないまたは困難です、えー。災害に対して適切な行動ができない可能性もあります。避難生活にも配慮し、いや医療支援が必要で、えー、例えば病気や障害などによって薬剤や医療器具を用意しますし、移動自体ができない、それからトイレに などに介助を要するかもしれません、えー、もともと病気があるわけなので感染症への抵抗力が弱いという方もいらっしゃるでしょうし、えー、災害や避難生活などによって、えー、精神的なストレスが生じ障害が悪化するなどが考えられます医療機材機器薬剤なども必要です 外宅療養には、多くの場合、医療機器、機材、薬剤、支援者が必要です。例えば人工呼吸器だったりとか、酸素の濃縮器だったりとか、ずっと点滴を入れるためのポンプだったりとか、マイクに弾がありません。薬剤を自動的に利用することが多くの場合、往々にしてあります。これはね、 医療機器や機材、薬剤は特として在宅療養患者さんの精子をも握っています。で、こうしたことの準備のためにも在宅医療の継続には支援者が必要です。そもそも災害時にはライフラインは途絶しています。例えば電気が停電したりとか、水道が止まったりとか、というようなことですね。 医療機器は電気で動く機器が多いと思いますけれども、その、それらの機器は当然停電になると停止します。バッテリーをお持ちだという方もいらっしゃるとは思いますが、バッテリーも長時間は持ちません。さらに、えー、不足したからというと、すぐに物資が届くかというと、そうではありませんで、物資の輸送経路も混乱と絶します。で、支援者も交通の乱れや道路の損壊、 えー、支援者自身も被災するなどといったことで、えー、支援者も来れないというような状況となってしまいます被災地内の病院はじゃあどうかということですが病院自体も損壊しているかもしれません、えー、建物がさほど損壊していなくても検査機器などが破損して使えないかもしれません 交通インフラが混乱するというような理由で職員が不足しているかもしれません。薬剤や医療ガス、ま、例えば酸素ですね。溶かし機材も不足します。えっ、ー、と、まあ、電気、水も含めたライフラインにも限度があって、大きな病院では多くの場合、えー、自家発電装置を持っていますけれども、 自家発電の燃料が足らなくなるというようなことも起こってきます水の貯蓄にも限度があり井戸水も、まあ、災害時に使用できるかどうかは不明です例えば地盤の構造変化によって今まで汲めていた井戸水が汲めなくなる可能性もあります、えー、さらに多くの患者さんが押し寄せるために空床は確保できないこともあります 想像されます。よって通常はベッドに、えー、で入院してもらうのは当たり前なんですけれども、えー、椅子とかソファーなどを使用するというようなことになってしまって、まあ、環境として、えー、不十分となってしまいます、えー。覚えてらっしゃる方も多いと思いますけど、先の東日本大震災の際は横浜でも計画停電がありまして、えー、当病院も停電して機能が低下しました。 災害時医療の特殊性です当然平時の救急医療は、えー、っと医療者側のマンパワーがありますまた医薬品や資機材も基本的には十分揃っていますので個別の患者さんに、えー、多くの資源をつぎ込むことができます個々の患者さんにとって最良の結果を求めることができる状況ですね 一方、災害時の医療ですがそもそも人員医薬品資機材が足りませんでそれにそういう状況の中で最大多数の患者さんの救命や良好な予防を求めなければいけないなので個々の患者さんの治療は制限を受けてしまいます最大多数の患者さんの、えー、まあメリットの方が優先されるということになります 状況に応じて臨機応変に治療レベルが変わる変更せざるを得ないということですね大規模災害時の医療対応ですけれども多数の患者さんに対して圧倒的に医療資源が不足していますので防ぎ得る死をいかに少なくするかっていうのが最大の問題となります。 すなわち医療資源の分配順位を明確にするトリアージが必要となりますトリアージという言葉をお話をしましたがトリアージという概念は限られた人的なもしくは物的な資源の中で最大多数の傷病者に最善を尽くすこととされます軽症や、 もしくは逆に、救命の見込みのない重症患者さんに優先を与えない、とてもきつい言い方ですけれども、えー、と助けることができる重症者に重点的に医療資源を投入すると、防ぎ LC を最小限にするということとなります。えー、区分はいろいろです。僕らは、えー、赤と呼んだりとかしますが、 区分1は緊急治療群です、えー、すぐに、まあ、例えば血圧とか脈拍呼吸などに異常があってすぐに救命処置を必要とする場合その次に治療が優先されるのは黄色と呼われる区分2非緊急治療群ですもうすぐにやらなければならないというほどではない治療の遅延が、えー、生命危機に直接つながるわけではない けれども、ほたらかしとくときっと悪くなる、えー。というようなものですね。歩きもできないというような人たちです。えー、緑区分3は治療不要もしくは軽処置群です。えー、歩行可能で、えー、必ずしも専門医の治療を必要としない。例えば、えー、ちょっと怪我はしているんだけれども、お家にある絆創膏や消毒剤などで、えー、対応できるような、というような怪我の人とか、 多くの場合この緑の人たちが災害時に最大多数となり得ますただ私たちが気にするのは最初緑だとされていた軽症群とされていたただ徐々にその後悪くなるっていう人もいますので私たちが現場にいる場合にはそのまま帰宅ではなくて赤エリアもしくは黄色エリア ですね、赤の患者さん黄色の患者さんが、えー、集まるようなエリアから、えー、ちょっと離れた場所に、えー、集まってもらって容体の変化を確認する必要があります、えー、黒と言われる区分ゼロと言われるものは治療対象外となる分です赤、えーえー、らしさまに死亡しているもしくは 心拍数を施しても蘇生の可能性が極めて低いものですねただ気をつかなければいけないのは、えー、と本区分は死亡診断とは必ずしも同意義ではありません、えー、死亡診断は、えー、医師による死亡診断がなされて初めて死亡ということになりますのですみませんが災害時の治療に関してです 安定化のための治療がまず優先されます。例えば、血圧、呼吸などをしっかりと維持するというような治療ですね。えー、必ずしも根本治療がすぐにできるわけではないからです。根本治療というのは、手術による止血とか、えー、もしくは病院などで初めてできるような高度な治療のことですね。 大規模災害時には様々な理由で被災地域のみで根本治療を行うことが困難な症例が存在するがために状況によっては被災地から離れた病院に搬送されるというようなこともあります東日本大震災でも被災地から遠く離れた病院に重症患者さんをどんどん運んだ例えばヘリコプターや飛行機などを用いて 遠くの病院に運んだとということは覚えてらっししゃるかもしれません。さて災害時に備えるべきものとして一般的なものは例えばここにあげたようなものでしょうか最低3日分の食料や飲料生活用品ですねトイレットペーパーとかそれから家具とかの転倒対策 ガラスの飛散防止、えー。さらには情報極めて重要ですので、情報収集ツール。ラジオとかですね。えー、非常用トイレ。えー、それから、明かりとか、えー、暖房用の器具、えー。それらを使うような電池、えーまあ。暑い時には熱中症対策も必要になるかもしれません。えー、ちょっとした怪我を治すために、 消毒薬とかカットバンなんかの医薬品も必要かもしれません。緊急ベランケットっていうのは保温のための道具だったりとかしますね。さらに日頃からやっておいていただきたいのは災害マップと呼ばれるものがあります。例えば地震であれば自分の住んでいるところはどれぐらいの規模のことが起こり得るというような津波が起こるのかとか、 例えば、水が押し寄せてくるのかとか、そういった予想のマップがありますので、それをあらかじめした、調べしておくということも必要かと思います。また、それにのっ,とって、えー、じゃあ、避難経路をどうするか、その方法はどうするのか、どこに逃げるのか、というような事前確認も必要です。えー、先,先に申し上げてましたように、えー、在宅医療を受けられているような方は、 1>, 1人だけで逃げるというようなことが難しいこともありますので地域住民とのつながりや地域での防災訓練なんかが必要です医療機器、機材、薬剤の備えです例えば糖尿病の人ならばインスリン例えば悪性疾患を持たれているような方で普段麻薬を使われているような方だったらそういった薬剤も必要でしょう えー、点滴、おうちでや透析をされるような方であれば透析液、えー、酸素を使われるような方であれば酸素や、えー、吸引器、えー、さらには点滴を持続的に流すポンプでそれらを動かすための電源、えー、人工肛門とかをされているようであれば替えのバッグとか、えー、それからおしっこを 管を使って流すようなことをされているような方では、導尿カテーテルと言われるようなもの、単音を引くための吸引カテーテルなどが、えーまあ、常備されている必要があります。薬剤の素材ですが、先に申し上げた麻薬に関しては法律上困難です。えーとまあ、麻薬う 悪用されては困りますので、なかなかお家にそうは置いてはおけない。ただ、その他の薬剤輸液、点滴ですね、えー、透析液は最低3日分の備蓄が必要です。えー、インスリン、それから血液をサラサラにするような後継小板薬、抗凝固薬、えー、など、えー、中止してしまうと重大な影響が出る薬剤には、 の場合は、まあ、余分に、えー、備蓄しておく必要があるんですけれども、それらが不足する場合には、すぐに担当医療機関や支援担当者、避難所、運営者などに届け出る必要があります。医療用薬剤が使用できない場合には、市販薬品で代用できるかっていうような事前確認も必要です。えー、透析液に関しては、排液管理、えー、と、出た液体をじゃあどうしておくのか。 とという,ようなことも考えておく必要があります医療機器の備えですが酸素ボンベに関しては予備これも3日分ですねで酸素濃縮器といった酸素を流す機械がありますけれどもとか呼吸器がありますけどこれらは通常電動ですので停電に対する備えが必要です 医療機器のために必要な電力も把握しておく必要があって、まあ、種類によって異なりますけれども多くの場合 150W から 300W 程度の電力を要するものが多いと思います。過温加湿器、まあ、空気を温めたりとか、まあ、酸素を温めたりとか湿度を与えたりとかする機械は電力消費が多いので一般的には人工花と言われるようなものに変える 人が可能かを主治医と相談してておいいください酸素療法をされている方の場合ですけれども酸素濃縮器に内蔵バッテリーがある場合は持続時間をあらかじめ確認しておく必要がありますまた酸素業者に連絡が取れるような状態にしておきたいともしくは事前に相談しておくということですね 停電していて内蔵バッテリーがない場合には速やかに酸素ボンベに切り替える必要があります。ちなみに酸素ボンベには種類があって、えー、っ酸素充填量が150、300、500リッターとそれぞれ、えー、異なった3つの3種類のボンベがあります。えー、で、どれぐらい使えるのか。まあ、1リッター、1分間に1リットルしか使わない 食っても最大の500リッターのボンベでも8時間程度しか使えないということは知っておくべきです、えーと。人工呼吸を要する場合の対応、人工呼吸器で普段呼吸をしているというような方の場合は、生命維持のために電力が不可欠です。で、電力会社に連絡をして、緊急時にどうするのか、緊急時にどこに連絡をするのか。 ということを確認しておかなければいけません。また、外部バッテリーや内部バッテリーの対応時間を調べておく必要があります。バッテリーは経年的に劣化しますので、8時間稼働できることを常に目標として、必要に応じて数年おきに買い替える。これはまあ業者に確認する必要がありますね。バックバルマスクという、まあ、人工呼吸をするような道具が必要となることがあるため、 そういった道具で人工呼吸をする方法に周りの人が習熟しておく必要もあります。一時的な停電で呼吸設定が変わることもあります。で、電源復旧時には呼吸器の設定を確認する必要もあります。停電への対応です。まずブレーカーを確認します。停電なら所轄の電気会社に連絡。 その場合にはお客様番号や住所、氏名を伝える必要がありますのでメモを残しておく必要があると思います。どこにでも分かるようなメモですね。災害時の外部電源確保の方法はいろいろです。医療機器、メーカーが推奨するもしくは純正のバッテリー医療用の大容量電池、自家発電機自家発用車のシガーライターソケットからの電源確保。 この頃電気自動車なんかを使った、えー、使う、まあえー、電気のうんを取るというようなこともありますね、えー、さらに車載バッテリーからの電源確保なんかが考えられますバッテリー充電器使用の注意ですけれども、まあ、自然放電による劣化があると いうことは知っておくべきです。えー、と、ま、カセットボンベ式の、まあ、例えば、そうですね、暖房とかだったら、えー、と、ボンベ2本で2時間程度使用可能です。ということは、でも逆に言うと、1日で24本使うということですね。えー、っと、ガソリン式。 の充電器、バッテリーっていうのは、えー、自宅でのガソリン保管が極めて危険となりますので、まあ、自動車のタンクから燃料,用燃料供給用のバフバフっていうようなポンプで取り出しての使用が安全になると思います。お家のどこかにタンクに入れて置いとくっていうのは危険です。揮発しますしね。 やむを得ずガソリン系交換を使用する場合には通気性の良い屋外の物置などに保存する。で、最低でも3ヶ月に1回は入れ替えるっていうようなことが必要です。自動車のバッテリーが新品でしたら人工呼吸,呼吸器であれば8時間程度駆動が可能です。医療用具や衛生材料の備えも必要です。ただ、えー 具体的に1日にどれぐらい使うのかということに関してはかなり個人差がありますし、また、一般ではなかなか、一般の薬局とかでは入手しにくい。なので、まあちょっと長めに、1週間分程度の予備を必要とします。医療用薬剤が使用できない場合には市販薬品で代用できるか、これも事前確認が必要ですね。えまあといったように、いろいろやることは、 多い気をつけるべきことは多いんですけど、これを災害時のバタバタしたときにすべてやるというのはなかなか難しいです。なので、落ち着いた時期にアクションカード、もしそうなったらこうしよう、ああしようといったようなことですね、これをやるべきだといったようなカードとかノートを作成しておくべきです。また、携帯のアプリなど、防災情報を入手できるようにしておくのも良いかと思います。 えー、さらには連絡先ですね。家族はもちろんながら、医療機関、福祉機関、えー、それから、えー、医療機器、酸素機器の、えー、業者への連絡先を一覧にして、えー、連絡方法を確認しておく必要があります、えー。ちなみにもちろんですが、一般の電話は制限されます。えー、なので、それも加味した、えー、連絡方法の確認が必要になります。 例えば災害連合サービスの利用などですね、えーっと。もしインターネットが生きているようであれば、インターネットを介しての通信手段は多くの場合有用です。メーリングリストによる一斉送信も、えーまあ、インターネットとか環境が生きているようだったら、まあ、通常災害時はインターネット割と早めに復旧するようですけれども、えー、一斉送信も有用ですね。で、えーまあ ちょっとプライバシーにも関係してしまいますが、自らの位置と状況は最低限伝わるようにしておく必要があります。えー、そういう、まあ、えー、アプリと言いますか、そういったものも存在します、えー。避難方法、避難ルート、避難場所を決めておくとか、避難ルートの安全を確認するといったようなことも必要ですね。えっ、ー、とは言いながら、災害弱者は、 情報弱者でもあります、えーまあ、例えばスマートフォンなかなか使い勝手が悪い使い方が分かりにくいとかそういったアプリも使い方が分からないとかというようなこともあります、えー、高齢者の世帯での通信手段は固定電話と従来型の携帯電話がまだ多いい、まあ、いわゆるガラケーというやつですね、えー、この頃は高齢者の単身世帯も急増していて 近くにご家族の方もいらっしゃらないという方も多いかと思いますまた高齢者それから在宅医療を受ける患者さんは歩行困難のことが多くてですね外出できないそのために周囲からの情報が得にくいというような環境にありますインターネットで発信された災害情報はこうした方には届かないと考えてできたら 地域の人がそこまで行って、まあ、例えば在宅ので治療されているような患者さんがいらっしゃるお家に行って声をかけるって、えー、いうようなことができるような地域の包括ケアのシステムが必要かと思います。このためには民生委員や社会福祉協議会、町内会などを巻き込んだ共、えー、助の体制が必要ですね。 災害時、要援護者情報登録というのがあります。平成26年に災害対策基本法により、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付けられています。全体計画の策定とか、要配慮者の把握とか、避難行動要支援者名簿の作成なんかが決められているんですね。 で、支援を希望する場合には、あらかじめ福祉課、地元の行政の福祉課とか、防災課などに申告書を提出して、この情報登録の中に、えー、入れておいてもらう、といった方が望ましいと思います。さて、アクションカード。災害が発生したら行うべきことを書け出したものですけれども、まあ、でも、とは言いながら、とにかく身の安全を確保が優先です。えー、火災。 の予防も優先その後にライフラインを確認してそれから必要な例えば家族や医療福祉機関医療機器酸素業者に連絡して必要であれば避難をしてというようなことですね災害時対応ノートっていうのは可能ならば えっと医療者、支援者とともに作成することが望ましいです、えー。お薬手帳を利用しても良いかと思います。お薬の内容も載っていますし、えー、在宅、避難、もしくは避難移動先での医療情報が分かるようにしておくということですね。具体的な病名や処方内容、お薬の内容ですね。実際の処置の内容、えー、それから、えー、通常診療の要点とか。 起こしやすい病態、例えばすぐに心不全になるんだとかそういったことですね。えー、さらに、普段使っている機器の種類や設定、えー、普段の検査のデータとかが分かると、えー、医療がよりスムースになります。避難の準備ですが、携帯のアプリなど防災情報を確認、えー、するという方法がまずあります。えー、それ以外に防災放送や えー、ま、が流れるような地域もありますね。でも、なかなか聞き取りにくいっていうのが正直なところだと思います。市町村によっては、えー、防災情報が携帯に送信される地域もあります。あらかじめ、まあ、避難を考えて、非常持ち出し袋を準備しておくべきですね。えー、家族、医療福祉機関、医療機器、酸素業者への連絡先は、この中に入れておいてもらった方がいいです。 でさらには避難方法や避難ルート、避難場所の情報もあると良いかと思います避難所への移動です。自ら用意して避難所に赴くことがなかなか実際には難しいので避難には支援、医療機器の準備などが,要しますが必要です。移動困難の人に、えー、飲料、食料、それから寝具などの えー、準備もなかなか難しい。あらかじめ地域で防災計画を策定しておかなければいけません。訓練も必要です。さて避難はできた。だけれども、避難所での問題もあります、えー。避難所の運営スタッフは必ずしも高齢者や在宅医療を要する患者さんのケアに慣れていません。えー、で、他に医療をさほど必要としない人、 もいっぱいいますので、それらの方との共同生活となるのですが、えー、時にその理解は得られません。東日本大震災においても、乳幼児、要介護者を抱える家族は、えー、避難所の不便さ、それから他のひ、えー、避難者への気金から避難所を離れて、車の中で生活したり、えー、在宅で、えー、避難したりとか、といったことを余儀なくされたのは、えー、ご存知だと思います。 また避難所、多くの場合、物品や設備が不十分です。トイレ自体がそもそも足りないとか、部屋の中は段差だらけだとか、部屋の中では寒いとか、といったことですね。で、長期になると、こういったことが影響して、感染症が問題となることもあります。避難生活の実際ですけど、 不慣れな生活で、心身活動レベルを維持できません。そもそも動くことがあまりないですね。例えば動くと他の人に迷惑だ。音がしちゃうとか、いいようなことでなかなか動かない生活となります。とすると、ご存知かもしれませんが、エコノミークラッシュ症候群。まあ、肺に血の塊が飛んでしまって、肺の血管が詰まるといった病気ですけれども、そういった危険が起こってきます。えー と動かないと足に血が溜まる。足に血が溜まって、そこで血が固まって、何かの際に、ふっとその血の塊が肺にヒューッと飛んでいくというようなことですね。えー、共同生活でトイレの回数を減らそうとして、水分摂取を控えると、まあ、脱水になりますので、血もより固まや安くなっている。そもそも、水を飲みたいと思ってるんだけれども、水自体が足らん。 いうようよなこととがあったりとかします先ほども申し上げたみたいにこれ以外にも長期では感染症なんかも問題となりますし介護者自体も疲弊しますえー、っとなので最近は避難入院という考えがあります災害が予想される段階であらかじめ慣れたところにもう避難入院をしようということですね 多くの病院は停電しても自家発電装置を持っています。なので、呼吸器など生命持装置を利用する患者さんでは避難入院も考慮されるべきです。ただし、災害規模が大きいと、その災害地域の病院の共有力は激減しますので、場合によっては、遠い病院への入院ということになるかもしれません。避難入院の問題点です。 東日本大震災の、えー、時なんですけども,もう、まあ、病院が満帆になるんですね、まんえー。ものすごくいっぱいになります。で、えー、通常は病院は、えー、何人まで入院してよいよっていうような、えー、決まりがあるんですけど、えー、それを超えて、例えばソファーや椅子で えー、寝ているような人を受け入れても大丈夫だよといったようなこと病室以外に入院しても大丈夫だよというようなことがまあ OK とされたりとかしてます、えー、避難入院は被災地外の方が良いのかということなんですけども 病院としてはもちろん少しでも多くの困っている病人、けが人を受け入れたいんですけども実際には職員や機材を不足しています。で、さらに病院には責任も生じます。なので、責任追及を恐れて実際に訴訟がされたケースもありますので受け入れを制限する病院も出現する可能性があります。なので避難入院は場合によっては被災地外への病院を選択することも 考えねばなりませんただ、この場合には移動が困難ですし、普段の医療担当者とは異なると、えー、よく知らないところに入院するということになってしまいます。さて、福祉避難所というものもあります。内閣府は災害時において、高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者の,のための避難所として、災害対策基本法施行令に基づいて、 無事避難所の整備を各市町村に求めています、えー、交通などのインフラが破綻する前にできるだけ早い段階で開設して、えーま、できるだけ多くの人をあらかじめ収容するということが、ま、求められるんですけれども現実にはこういったものも不足しています地域で考えるべきことですが 地域の災害弱者の実態をまず把握する必要があります。名簿や住所、マップですね。それから安否確認の方法を確立しなければいけない。具体的に救護活動はじゃあどうするのか、避難は誰がやるのか、えー、家具の固定とかそういった基本的なことを普段からちゃんとやっておけるのか、避難所を運営できるのか、避難所はどこにするのか、といったことです。ボランティアはどうするのか、といったことですね。 災害時の医療体制ですが、24時間にしても災害に対して緊急対応できる病院や医療チームの整備がもう既にされています。先ほどご挨拶の時に DMAT という言葉を使いましたけれども、えー、DMAT といったような、まあ、それ以外にもあるんですけれども、えー、そういう災害の際に、えー、動くチームというのものが存在します。 こうしたチームは、被災地内の病院は医療機能が低下するので、物資補給や応援人員として、ま、そこに駆けつけていくといったものですね。え、小池搬送を、隣の県や、ちょっと離れた県に患者さんを送るというようなことも行います。消防、警察、自衛隊、海上保安庁、国土交通省などとも関係して、え、動いくような、え、 えー、訓練もしていますまた災害拠点病院というものが存在します24時間につても災害に対して緊急対応できて商業、えー、者の受け入れ搬出が可能な体制を持っているような病院ですね西部病院も災害拠点病院です、えー、重症の方の搬送ヘリコプターをとかを用いて行うとかといったようなことです 横浜には、えー、横浜メディカル、ワ、ま、マットっというんですけども、医療救護班というものが存在します。えー、横浜メディカルアンビュランスチームという言葉の略なんですけれども、えー、それは先ほど申し上げた d マットの横浜版みたいなものです。で、えー、ヘルクターに同乗するような医師を派遣。 えー、さらにサポートする十分な医療設備や医療体制を持って、えー、情報収集システムヘリポート緊急車両を持っているといったようなことが条件になります DMAT も持っています DMAT っていうのは災害急性期に活動できる機動性を持った専門的なトレーニングを受けた医療チームのことで災害急性期に今県の要請や、えー、もしくは自らの判断 で、えー、動きます。おおむね48から72時間とされますが、それ以上になることも往々にしてあります。えー、医師や看護師、それから、えー、薬剤を調達したりとか、といったような、えー、とか、通信を確立するための業務調整員と呼ばれる方などで構成されます。 佐賀市の医療チームにはいろいろあって d マット以外にも j マット、d パッ d a マットと言われるようなチームとか、その他いろいろが存在しています。y マットは横浜独自のもので、出動から活動まで消防と連携して一体化した医療チームのことですね。基本的には横浜市内で活動します。 簡単ではございましたが、これで終了にしたいと思います。基本的にはやはり備えが必要と考えます。えー、長くなってしまいましたが、今後とも何卒よろしくお願いします。失礼します。